皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日は、コラム的なお話をしたいと思います。その時に叶わなくても続けていれば道はつながる、高橋貴子のデザイン論と人生の軌跡ということについてお話をしていきたいと思います。コラム的っていうか、ティーブレイクみたいなような内容になると思うんですけれどもね、集客そのものの話というか、私の、人生観とあとデザイン論ですね、これをちょっと語りたいなというふうに思ってこちらの動画を撮ってます。きっかけがあるんですけど、実は先日ですね、私が一番最初に写真を習った先生ですね、写真家の寺内正人さんっていう方がですね、お誕生日65歳です、とても65に見えない若々しい、雰囲気で、いまだにこうかっこいい大人だなっていう、尊敬できる、その純粋な子供のような少年のような心を失わずにチャレンジをし続けている素晴らしい大先輩になります。その寺内正人さんの誕生日会がありまして、で私一番最初に写真を習った時20年前くらいになるんですけれども、その時に、寺内さんがですね主催していた、ファットフォトっていう写真教室がありまして、その当時は、雑誌がメインだったんですね。もともと2000年に、20代向けのフォトカルチャー誌のファットフォトっていうのを創刊して、私創刊3号ぐらいの時買ったのかな。でその時にたまたま横浜の方の、根岸の森林公園かな何かで写真イベントがありましてですね、それに参加した時にすごく楽しかったんで、その後そのまま写真教室に入ったっていう流れがあるんですけれども、そもそも写真っていうのが私の生活に入ってきたのはですね、実はこのカメラとの出会いが写真との出会いになったっていう感じなんで、ご存知な方はねご存知かもしれないんですけれども、これローライフレックスっていうドイツのカメラで、私これ3台持ってるんですけどね、はい、1950年代の、クラシックカメラです、こんな風にですねこう上からこう覗いて撮るタイプのカメラでですね、ここがフィルム面と同じ面だと66って言われる6センチかける6センチで、フィルム面がそのまま印刷の大きさになっていく四角いね、写真が撮れる、人に威圧感を与えないで撮れるので、ポートレートとか撮る時とかに相手の方が緊張しないで済むっていう、そういうカメラになってます。見るカメラと見る部分と撮る部分がちょっと上下になってるので、パララックスといって少しずれた感じで映っちゃったりとかするんですけれども、あと逆になる鏡像ですね、鏡の像がここに映っていて、本当に映る時は映るんですけど、結構バランス取る時に脳内が刺激される、そういうフルマニュアルのカメラです。こちらの方で、そうですね、距離を合わせて、ここで露出スピードですね、シャッタースピードと F 値を決めていくっていう、そういうね撮り方をする非常にこう手間のかかるカメラで、フィルム12枚しか装填できないので、結構ですね真剣に撮らないとダメなカメラですね、はい。でこれを私形が綺麗なものを触りたい体質があるのでですね、形が美しくて、スイートテンダイヤモンドの代わりにっていうことで、買ってもらってみたいなところでやったカメラだったんですよね、はい。なんでこちらの方のカメラはですね非常に思い入れのある、そういうカメラで、このカメラをですね手に入れたのがきっかけで、私それまでバカチョンとか映るんですしかやったことがなかったんです。で多分30歳の時かな、写真教室入ったのね、それで初めて写真を覚えようとしたんです。で主人がもともと写真は、カメラに興味があるタイプだったんで、うちにはカメラ棚すごいことになってますけれどもね、売るものは売りましたけど、大事なそういうちょっとオールドカメラとか思い入れのあるカメラはまだ手元に残してて、2人で多分台数合わせて軽く30台は超えると思いますけどね、そういうカメラを持ってます。でそのカメラの操作を知りたかったのが一番のきっかけ。だから写真教室って言ってもなんか
こうなんていうんですかね、ベストを着てそのまんまこう写真を、いわゆる風景写真、撮りの写真を撮るようなですね、おじさま方からね、なんていうのかな、一緒にいてこうやるっていう、そういう印象がなかったんですよね。だから、そういったなんか新しい写真教室であることを想像させる寺内さんのファットフォトの写真教室っていうのは非常に興味深かった内容だったんです。当時ですね、私はだから写真機、この写真機では教えてもらえないです。マニュアルのフィルムカメラで写真は教えていただいてたんですけども、操作そのものっていうよりは感性を磨いてくれる写真教室だったんですね。だからどちらかっていうとですね、その F 値がとか露出補正がとか、そういうのはクラスメートが教えてくれました。そこあんまりね、教えて、ちょっとは教えてもらってたんですけど、そんなに深くは教えてくれないけど、もともとカメラ好きな人たちが結構教室に入っていて、作家もそうなんですけど、写真家、写真も好きな人も結構変わってる人が多くて、あと私の入ったクラスは飲みスケが多かったんで、毎回写真教室終わると飲み会で、写真教室には参加できないけど飲み会にはギリギリ行けますとかいうなんか変な人もいたりとかして、非常に刺激的で面白い写真談義もいろいろ通しました。で、私はもともとモノクロ写真が好きだったので、写真展とかも8回ぐらいやってるんですけど、例えばこういう感じですね、こういうモノクロの写真とかですね、風景っていうか建物みたいなのが好きなんで、まあ、こういった形で詩とともにですね、展示会の時には大体作品展示とかしたりとかしてたんですけど、ちょっと変わった世界を表現するのが割と好きだったんで、まあ、これは宇多田ヒカルの「トラベリング」をちょっとイメージして、不思議な世界観を、これ多重露光っていう手法で撮ってるんですけどね、今はデジカメもそれできるようになりましたけど、これは長時間露光で撮ってますけど、まあ、そういう手法を使いで、この写真私すごいお気に入りの、お桟橋の光が差した瞬間に撮った写真なんですけど、こちらの写真は雑誌にも載ったことがあります。カメラ雑誌に載って、家にあるのはすごいでっかいやつなんですけどね。モノクロ写真は全部自分が焼いています。はい、だから暗室にこもってですね、こう印画紙にこうチャプチャプしながらですね、それを写し込んで浮き上がってくるのを、そしてそれをバラ板って言って紙タイプのものなんですけどね、それを乾かしてやるっていう、まあ、結構のめり込むとのめり込むタイプなんで、マニアックな感じで。そんな感じで寺内さんからスタートした私の写真生活だったんですね。で、まあ話は戻るんですけど、そのお誕生日会に出た時に、まあ、年齢は関係なくやはりチャレンジし続ける師匠を見ていてですね、ああやはり写真もいいなと、あとやはりそういうアートですね、芸術っていうかアート、そこに関わっているっていうのはビジネスをやっていたとしても、やはりその何て言うんですかね、両輪の感覚、要はビジネスって本当にザ・左脳な感じじゃないですか。だけど写真とか、まあ、最近始めた部分でいうと、私は音楽サックスをやり始めてるんですけれども、その音楽とかその辺りっていうのは領域的に左脳の領域になるので、非常にこうバランスがいいなって。有名な経営者って多分デザインも経営っていうか数字も両方できる人がなんか多いなっていう気がしているので、私は大いにですね、特に女性の起業家経営者の方はデザインの部分、アートの部分、ここも感性を大事にしてほしいなというふうに思ったんですね。で、その時に寺内さんの話を聞きながら、ああ写真もそうだね、私長年、まあ、20年近くやってきて、もういろんなものもちろん撮ってるし、そういうこう見えないものを見る感覚っていうんですかね、心霊写真っていうわけじゃないですよ、寺内さんもそうなんですけど、その空気感に体を身を浸して感じるものの感性でシャッターを切るっていうタイプの方で、私もそういったその見えてるものを撮るんじゃなくて、見えないものを撮りたいタイプだから、その背景であったりとか思いであったりとか、そういうものを撮りたいので、まあ念写に近い感覚になるんですけど、オカルトじゃないですよ、になるので、すごい集中力で撮って、
その後すごい集中力で焼くので、やっぱりこうなんていうのかな、魂の片割れみたいな作品になっていくようなね、そんな経験をしています。で、写真もやって、で、ふとその今回は寺内さんの方に著書ですね、まあ、こちらの方の本が出版になりましたので、こちらの著書とお届けした時にですね、作家さんになったんだよねって言われて、いや作家さんっていうかコンサルタントの本業のところで本を書いてますみたいな感じで、すごいねって言われて、あ、そっか、作家っていう領域なのか、本書くっていうことは、まあ、いまだに私作家さんって言われることに全然こう馴染みがないタイプなんですけどね。はい、もちろん文字を書くのは嫌いではないし、詩とかもこういった例えば写真展とか出す時にはこういう詩も作ったりとかするので、内面を何か文字に表していくっていうのはもともと嫌いではなかったし、そうだったんですよね。で、あ、そっか、それができて、あと音楽最近始めました。サックス非常に楽しいです。音楽で感情を表現するっていうところまでまだ腕は追いついてないですけれども、頭の中ではこういうふうに弾きたい、やりたいっていう音楽が流れていて、でこれが融合されると実は文字と写真と音楽と、あ、これ私表現できる人になってきてるんだっていうのをその時にふと感じてですね、あ、そうしたら数年後とかに私インスタレーションっていうその総合芸術ですかね、それができるかもというか、やりたいってふとその時に思ったんですよ。タカコワールドの展示会ですね。で、インスタレーションっていうのはまあどういうものかっていうと、1970年代以降一般化した絵画、彫刻、映像、写真などと並ぶ現代美術における表現方法、ジャンルの一つ。ある特定の室内や屋外にオブジェや装置を置いて、作家の意向に沿った空間を構成し、変化、異化させ、場所や空間全体を作品として体験させる芸術っていうふうになっていて、ふと、あ、インスタレーションで私の感覚を表現したいなってその時に思ったんです。まず文章がありますよね。そして写真がある。そして音楽もある。さらにですね、その空間っていうことで考えると、私は建築の方もやっていましたので、空間演出、そしてそこには照明も演出できるっていうことが一人のプロデューサーで全部できるんですよね。ああ、この総合芸術はやってみたいな、そしてその世界観をみんなにも体感してほしいなっていうふうに思ったのが、まあ、今回の写真のところのきっかけだったんですね。だから私は実はですね、デザインっていうものは多分昔から、まあ、興味があったし好きだったんだと思います、デザインっていうものに関して。旅行会社にはもちろん勤めているんですけれども、まあ、その後建築の方に行ってますよね。インテリアコーディネーターやってます。まあこれもデザインの一個なんですけど、実はこの時に分岐する時にですね、道を分岐させる時に、インテリアコーディネーターかウェブデザイナーか、それを迷った時がありました。で、普段はね、あまり旦那に相談しないで自分で決めていくんですけどね、なんかね、その時相談しちゃったんですよね。今思うと相談してなければ私ウェブデザイナーになってたかもしれないんですけど、旅行業から次に転業、まあ、転職する部分で、私は職業から転職するタイプの人、会社じゃなくて職業で転職する人だったんで、ウェブデザイナーかインテリアコーディネーターを考えているっていう話を言って、そしたら、いや、ウェブデザイナーはやめといた方がいいって言われて、なぜそう言われたのかいまいちよくわかんない、インテリアコーディネーターならありと言われて、あ、そうとか思って、でまあその時は素直にインテリアコーディネーターでじゃあ行くかと思ったんですけどね、実はウェブデザインっていうのも非常に興味があってやりたい職業の一個だったんですね。でもその時はかなってないです。うん、かなってないんです。だけれども、まあ自分が独立自営するようになって22年後ですけれどもね、ウェブサイトで集客は必須だっていうのが分かった時に、真っ先に勉強したのはウェブデザインです。デザインのことももちろんそうだし、ウェブにどうその内容を表現していくかっていう、ウェブサイト作りの方ですね、
コーディングは超苦手ですけど、コーディングって言われるそのコードを書いていくっていう勉強をしたりとか、画像加工の知識とか、今はねなくなっちゃいましたけど、フラッシュっていうアプリケーションがありましてですね、アドビの、まあ、動画みたいな感じのアニメーションを作れる、今違う作り方でやるんですけれども、フラッシュっていうそういうものを覚えたりとかですね、専門学校にいてちゃんと覚えたんですよ私。だからそれはまあ大人になっていたし、自分でお金を出してっていうのができるっていう状態だったから言ってはいるんですけれども、22年越しです。はい。でじゃあ今どうなってるのっていう話なんですけれども、デザイン系はやっぱり好きだし、結果それが私のこう身を助ける芸になってるっていうところがあるんですね。例えばまあ写真ですね、まあ、今はもちろんで普通に仕事で使うんだったらデジタルカメラでやってますよ普通に。だけれども写真を使うっていう知識があったので、難なくまあ露出補正とかいろいろそういうのいじくったりとか、あとスタイリングもそうなんですけど、いろいろやってたりとかしていたので、自分のウェブサイトの写真っていうのは割と簡単に撮っていくことができました。でその撮った写真をウェブサイトにはめ込むっていう作業も自分である程度やることができて、で文章とかも勉強していたので、キャッチコピーをさらにその、ヘッダーと言われるものにデザインして入れ込むとかっていうのができたりとかですね、バラバラに学んでたパーツ、専門の職業にはなれなかったですけれども、でもまあそれらしきことはできていたんですね。なので私、まあ、今考えるとですね、まあ、ウェブデザイナーじゃなくてよかったなとは思ってるんです。そこまでは多分突き詰めて私はデザインできない、うん、なっていうのが後で分かって、結局人が好きなので、その対人でいろいろとこうアドバイスしたりとか、何かそういうものを改善する案を提案してやっていくって、多分そちらの方が好きで、もちろんデザインとかも大好きなんですけれども、そのかかる時間とか内容を考えると、まあ、その人自身をいい方に転換させるっていう時間に使いたいっていう方が欲求としては強いので、まあ、今はねそこは身を助ける芸みたいな形の領域において、私の授業を上手に回すためのアイテムとして置いてはいます。まあ、有利な方だとは思います。ビジュアルデザインをトータルで見ていくっていう、そういうなんていうのかな、コンセプトでコンサルタントができるっていうのは数少ない人になっていくと思ってます。営業職はもちろん営業職でのキャリアスキルもあって、であとはデザインですね、実際にウェブサイトを作れて写真も撮れて、まあカラーとかそういったものも勉強していてっていう状態で、コピーライティング文章を書けますみたいな、まあ、そういうものが全部複合して教えることができるっていうのは私の今の強みになっています。ですので私自身はデザインはとても好きだったし、まあ、お仕事の中に取り入れられればいいなっていうふうに思ってましたけど、それ一本で軸にするっていうところじゃなかったにしても、デザインはだからずっとやめないし、今もやめていませんし、続けていくっていうのは決めています。だけれどもメインの仕事ではない。だから、思ったのがですね、その時に例えば叶わなくってもですね、続けていれば道はどこかでつながるなっていうことを感じたんです。今私はバラバラにいろいろなことは勉強してきたし、いろいろな経験はしてるんですけれども、それは全て今の状態を作っているし、つながっているんですね、間違いなく。だから建築っていう部分も久しぶりに今また掘り起こして、インテリアコーディネーター的な知識を使いながらですね、女性の建築会社の女性の方の人材育成みたいなのもやったりとかですね、すごく昔にやっていたものでもまたブラッシュアップして掘り起こせば、それが知識と技能になって蘇ってくるっていう、そういうこともできるようになっているので、やりたいことはやっぱりやったらいいと思ってるんですよね。でもその時に本業として叶わなかったとしても、例えば趣味で端っこに置いてたとしても、ずっとつながり続けてれば、道はつながるなっていうふうに思いました。多分それが好きな方向の一個だから、それを取り入れながら仕事にしていこうっていうのができるのが独立自営のいいところですよね。
そしてこれからの時代の女性起業家っていうことを考えた場合には、数字とか経営の方は絶対にもちろん覚えた方がいいし、やった方がいいんですけれども、同時に男性がやりにくい領域ということで、そのアートですね、芸術の部分は女性ならではの感性っていうものを取り込めてやられたらいいと思います。まあこれはもちろん男性とかでも音楽をやる、写真をやる、文章を書けるっていう方は若干そこのよりの、内容が当然入ってくるわけなんですけども、男女問わず、まあ、バランスがいい方がいいな、バランスがいい方が多分経営はうまくいく。実務だけのそのギスギスした経営の感じだとですね、何ていうのかな、余地がないっていうか余白がないイメージですね。この感覚わかるかな。余地がない、余白がない感覚なんです。そこにアートとかデザインとかが入ってくる。それが写真であっても文章であっても音楽であっても何でもいいんですけれども、そのこう人間的な根源的な内面からあふれるものを同時に乗せていくことができるようなビジネスが構築できると結構人生楽しいですし、あとそういうものに引き寄せられてくる方っていうのはとてもいいご縁がつながるなっていうのを感じているんですね。だからもしかして今本当にやりたいことが叶わない人っていうのはいらっしゃるかもしれません。だけれども絶対にそれは脇に置いていたとしても続けている方がいいです。やっぱり続けるとどっかでね、道ってつながるなっていうのは、ここ私がもう20年近くいろいろなことをやってきて実感していることです。やりたいことはほぼ全て叶っている状態です。まあもちろんまだやりたいことはあるんですよ あるんですけど、まあ、今回特にその音楽でまた形から入るタイプなんで、サックスはフォルムが綺麗 だったから、それで覚えたいと思って頑張って覚えてるんですけれども、いくつになってもですね、その好奇心を失わないでチャレンジする心を失わないのであれば何でもできるよねっていうのは非常に考えてます。だからもしも、まあ、あなたが何か若い頃にこれ本当はやりたかったんだよねとかって言って一旦置いといて、例えば会社員になったとかそういう経験があったとしても、まあ、それを思い起こしてまたやり始めても構わないし、細々とやり続けていたものをもうちょっと本格的に開花させようって考えてやるのも全然いいなというふうに思います。もちろんやりたいことがそのまま仕事になるっていうのが一番幸せかなと思いますけど、私はいつもそういう人生を送ってきてるんで、やりたいことを仕事に選ぶっていうタイプです。やりたいことを仕事に選ばないっていうタイプの方もいらっしゃいます。なぜならばそれをやってしまうと仕事になっちゃうから、楽しくなくなっちゃうから、そういう方は割り切って仕事、お金を稼ぐ、趣味は楽しいものっていう、そういう生活をしている方もいらっしゃるので、どちらがいいっていうのは一概には言いません。ただ私の場合には仕事で過ごす時間がものすごく長い、仕事が好きだからですね。それをだから子供がゲームに熱中するように全然時間関係なくできる方が楽しいタイプなので、仕事は好きなことしかやらないっていう、そういう形で決めてますので、楽しく生きております。なので、まあ、今度の私はおそらくインスタレーションですね、この表現で高橋貴子の世界観っていうものを表現できたらいいなということを、師匠のですね、バースデー、65歳のバースデーですね、そちらの方に出席した時にピンとひらめいて頭の中に降りてきたので、そこにチャレンジをし続けてみようかなというふうに思ってます。だからもしもあなたがまだ40代前半、むしろ30代、まあ50代でも全然構いませんけどね、だったとしてやりたいことがあるんだったら、それはチャレンジした方がいいっていうことをお伝えしたいなと思って、今日の動画を撮ってみました。今叶わなくても続けていれば必ず道はつながります。そのことを信じていけるかどうかが多分一つの大きなポイントになるかなと思いますので、ぜひあなたの夢を叶えていただければなというふうに思ってます。それでは。